PCC カー、PCC カーこの項目では、アメリカで開発された路面電車車両である PCC カーのうち、ベルギーの狂気鉄道網であったビシナル向けに、アメリカから輸出された車両を及び、それをもとに、ベルギー国内で生産された車両について解説する。これらの車両はベルギーに初めて導入された PCC カーであった。ビシナルは、かつて、 ベルギー国鉄とは別に存在したベルギー国営の公共交通事業者で最盛期にはベルギー全土に約 4800km にも及ぶ幹線ミリメートルの鉄道網を有していた。1930年代以降は自動車の発展に伴い赤字路線の廃止が相次いだ。一方、第二次世界大戦後からは路線電化などの近代化施策も行われるようになった。 その過程で導入されたのがアメリカで開発された高性能路面電車である PCC カーである。PCC カーは開発を手掛けた TRC 社が各地の鉄道車両メーカーとライセンス契約を結び、ライセンス料と引き換えにその技術を得るという形で生産が実施されていた。ベルギーでもバンドとアシックが1946年10月に TRC 社との間でライセンス契約を結び、翌1947年にはアメリカのセントルイスカーカンパニーが最終組み立てまで実施した試作車が輸入され、ブリュッセルやリエージュで試験が実施された。そしてこれをもとに1949年から量産車24両の製造が実施された。これらの車両は北アメリカ各地に導入された。 pcc カーをもとに設計が行われ、車体長も来たアメリカ向け車両と同様の全長14メートル級であった一方、車幅はビシナルの車両限界に合わせて2316ミ、mm、リメートルに狭められた。運転台は車体の片側のみに設置され、乗降扉も右側通行に対応し、車体右側面のみに設置されていた。台車については、 アメリカのクラークが 1000mm 機関用に開発した B-6 系台車を採用した。ドラムブレーキの駆動や扉の開閉、ワイパーの稼働はすべて電動式であった。塗装変更後の PCC カー試作車は試験走行を終えた後の1948年、量産車は1950年から営業運転を開始した。登場当初の塗装は、 微シナルの標準塗装に合わせ全体がクリーム色であったが、1957年以降は微シナルが運営していた路線バスに合わせて、車体の下半分が赤、上半分がクリーム色に変更された。試作車は運行開始当初は、現在のベルギー沿岸軌道で、1949年以降はルーベンで営業運転に用いられたが、その後運行を離脱し1953年に、 解体された一方、量産車は、ブリュッセル近郊の路線で、後年は、ラルビエールとシャルルロワを結ぶ系統で使用されたが、他社と仕様が異なっていたことや、車内設備が主要系統における、都市間輸送に適さなかったことから早期に運用から、離脱し、1960年に24両とも、ユーゴスラビアベオグラードの路面電車へ譲渡され、1980年代まで、 使用された。2019年現在、ベルギーに返還された量産者一両が、チュアンにある、微シュナル保存協会博物館で、胴体保存されている。ありがとうございます。